この前のは何だったのかなって思って。何今の原木さん、流れ星に願いをの別バージョンとか。まさか会いに来るとは思わなかったよ。そう、うん、ちょっと嬉しいな。なんでミキに会いに行くのに。ミキがどうしてそういう気持ちになったのか、そういう行動を取ったのか知りたいと思ったからかな。ミキみたいじゃない。もしミキがさ、うん、自分で自分を傷つけたとしたら、自分で海に飛び込んでたらってこと。何ができる。会いに来た。ずっと願い事をしてて、生きててほしいなってずっと思ってる人がいて。ちゃんと同じ場所にいるよ。ペタルダンス。